本当のデッドバイがやれなくなってるよね。ファイルもあれも、両方使いこなせれば最高だけどね。もなってるよね。ファイルじゃねえや、もう。ファイルもね、夜がぐらいまで、あと5回ぐらいまではいけそうだよ、ね、だとりあえずさ、の占い精査は良かったんだよ。グレー精査が外してただけだから別にいいよ。 占い師がもう俺占ってる時点でもう無理よ。何が怪しいのか知んないけど、どこが怪しいのかわかんないんだけど、自分にとっては。占い師はそれで自己満してるようじゃ無理よ。変なやつ占って自己満してるようなやつ無理よ。変なやつ占うゲームじゃなくて、ロー占うゲームだからなんだ。なぜかって、簡単な話で。ロ牢占うゲームだ。ロー占いするゲームだから。 占いいちゃゃんんととやって欲しいと思っててほし思ますよローラなって、ローラなって、ローラなっ,って欲しいなと。でもまあ、熱くならずにっていうかね、あの、傲慢にならないでちゃんとん行動を正しくしてほしいですね。行動が優先ですね。最優先。行動、22場面で占いから行く人は、ライン切りで見えちゃう時もあるのに、自分はそれをしたいから、振りませんでした。 占いから言ったから、もう占い師がそこら占ってくれないから、真の占い師が。釣りました。<番>だって分かんないからね。それ俺に文句言われても、発言がしろかの方が行動が変なんだから。はい、だから釣るしかない。行動が最優先です。まあですね、発言よりも。行動が最優先です。まあですね、このゲーム。行動だから正しくしなきゃダメです、ね。弱いい。やつを釣ります。はい、あえまあこれ、あのー、うん、結構、あ結構まりにかなってると、思うんですね。 僕が人狼を引いたときとか、結構ね、やっぱ発言弱くなっちゃうんだよね。弱くなるっていうのが伸びないとか、あとちょっとヘイトを飼いづらかった、買いづらい発言するとか、まあ、そうなっちゃうんだよね。あと、あの考察する能力ないやつとかも、あの、初日することで、2日目以降、しっかりとした村人が残っていれば、しっかりと人狼をすることができたら、えー、弱いやつが残っちゃうと、考察できないやつとかで、ね、 そういやつのせいでが、そいつがいつポジとかなっても構いませんので。一番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。村人陣営です。特にしようございません。そうですね。まあ九番さんも言ってた通り、ま、あの、なんだろう村人であれば、あの、積極的に発言をして、その情報を落としていってほしいなと思います。まあ具体的には、まあ、黒目、白目とか、まあ、分かんなくても間違っててもいいので。 えっとまあ理由を添えてなんか。うん。お、待って。のこの人が怪しいなの、何なのとりあえず、占い審議が昨日はあってた。あ<の>間違ってもいいから、ののそこんとこ大事にして。占いが間違ってただけだから。占い師が俺占いされても。考察伸ばしたいいと思います、うん、お願いします。まあ、負けたとって別に俺が悪いわけじゃないから、占い師が悪かったので。はまず、スムラ、まず俺はスムラです。スムラ、スムラです。えー、騎士は構えてください。 えそうですね、えっと、9番さんと1番さんの発言聞きました。まあ、1番さんの発言はすごい無難だなと思いましたね。無難。無難すぎる。なんか、何が言いたいのか分からない。えっと、9番は僕、釣りたいなと思いました。なんでかっていうと、9番さんは狼を探す意欲がないです。なんか、発言が変なところだな、弱いところとか、なんか、そんな、なんか、弱はかな、ね、自分のその狼だったらこうみたいな、ね、狼引いたら僕はこうなるって。でもさ、9番さん、狼じゃないんでしょ他の人はさ、9番さんとは違う人間じゃんじゃあさ、9番さんみたいな反応になるかどうか分からないじゃん だからキューバーさんはしっかりと狼を探す意欲がないんだなって僕は判断しました。もう。なんで僕がキューバーさんの話を聞いたときに、あでキューバーさん、を僕はなんか狼を探す意欲がないっていうのは僕、キューバーさん釣りたいなと思いました。狼を探す意欲がないのは村人ではないです。狼は強人です。以上。スムラでした。3番のプレイヤーは発言してください。さいよいしょ。 まあですそうですね。まあ、912番さんの発言を聞いて、えー、っと、まあ僕が一番印象いいかなって思ったのは9番さんですかね。まあその点は2番さんとまあ意見の違いかなと思ったんですけども、まあ発言が強い人が残っていれば、まあ議論は発展していくからっていうのはわかるかなって思うんで、まあ、それって9番さんが えっと、まあ、きちんと発言していってくれるっていう、こう、意思表明的なものなのかなって思ったから、わ、ま、り、あ、と印象は良かったんで、まあ、た、その、キワさんに関してすごく、印象っぽいというか、おっしゃる通りですね、みたいな感じの一番さんがちょっと怪しく感じましたね。4番、のプレイヤーは発言してください。はい。あの、 二番ずりでいいと思いますけど、村人っていうゲームじゃないんですけど。はい。あの、義士が勝手に噛まれろってよく言えるなっていう。人のことを思,思わないプレイヤーは精査ができなくなります。他人とゲームしてるんですよ。ちゃんとゲームしてください。そのプレイ垂らさなければいけません。本当に村人体あれば。村人という自己紹介するゲームじゃなくて、村人を隠しながらね、役を守りながら戦うゲームです。はい。 2人3人出た場合 s 字に黒打たれてセンターできないでしょ2番さんうんただから一応913ってまあ同じような考えなんでしょうけどここにローがいる可能性もあるのでちゃんとゲームしてほしいですはいねローでも一応言えなくはないんで913の発言ははい五番のプレイはーは発言してくださいは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 いでした。 えーそうですね。まあ、ね、ヨンバさんが言うように、庭さんはもうね、あのー、カレードが出なければ、も、ま、う、あ、釣りましょうじゃ。うん。カレードが出たら、ええー、旧カレードじゃなかったら、じゃあ、あま役じゃなかったら、旧釣りでいいし、今じゃ。うん。ええー、まあ、とりあえずね、あのー、 何か言おうことしたけど忘れましたね。うん。あ、9番さんがなんかね、人狼はなんか発言が弱くなるとか言ってましたけど、そんなことないですよ。上手い人はもう、ね、人狼だろうが何だろうが、むちゃむちゃ、ね、らっぱい発言します。はい。そういう考えはだから、やめたほうがいいと思います。6番のプレイヤーは発言してください。さいはい。占い師でした。ランダムで3番さんが白飛べてます。占い師です。はい。 えっと、ゴマの色は分かりませんが、人外です。でえっと、私ね、2番のやは大好きで、大好きなんですよ。えっと、急に村なんで、奇数進行なんで、奇跡って役割ってないんですよね。役割がないっていうか、あの、一ョブじゃ、まず縄の数は増えないんで、はっきり言って意味ないんですよね。で、連続ガードできない以上、 もう、棋士が二口を起こすことなんて奇跡的、もしくは狼が無能しかないんで、もう、あの、棋士さんって白照明ぐらいなんですよ、やることって。なので、2番の意見に賛成です。大賛成。なので、騎士は出てください。以上です。3番白。7番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。まあ、6番さんはちょっと、テレビの音だけ、なんとかしてもらえたらありがたいなと、まあ、聞こえるのは聞こえてました。 まあグレー精査なんですけど、まあ、このまま盤面固定で2、1盤面で役がないのであれば9番釣りでもいいかなと僕も、まあ、2番と同様思うわけですよ。9、ま、番、あの中でその発言伸びないやつを人外値として釣るっていうのが、まあ、そもそもそれって9番が自分が狼のときとかに発言が伸びにくくなるからって言ったけど、それって9番自身がそれでしかなく、た多分それ9番が下手なだけだから、それで村人釣ったらどうすんのってなるわけね。SG、あのね、あの色落ちが線とか、整、まあ、理位置で釣る。 発言が弱いところだったら分かるけど、人外地としてするっていうのが、9番のそもそも主観が強すぎると思うわけね。で、それが村だったとき、あなたが論で言ったら、優秀な村人と優秀なオオカミが残りますよ。はい。だから、発言が弱いところが人外地だって、思い込んじゃってる9番は危険思考だと思いました。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。6番3白です。6番3白、把握お願いします。 このまま3、4で行くんだったら5番3釣って、えー、結果で破綻とか見れるんで5番3釣ってください。5番3、このまま行けば、角黒です。6番3、白ですね。ほんとね、まあ現状6番3強靭でいいんだけど、うんまあ一番気になってるのは5番3が、まあ囲っ,ったっぽく見える3番かなと思ってます。9番、2番、4番とちょっと結構厚くなって,てただ結局ゴーは一緒だと思ってて、まあ7番3もそうなんだけど、まあ9番3は別になんつうのかな。発言は一つ釣りたいだけじゃなくて、最終的に、 勝ちたいってい思いから、まあ、初日はそういったところを、ま、全人外としてとは言ってなかった気がするんだよね。勝ちたいからずっと言ってて、まあ、2番さんとか、まあ、7番さんとかも一緒なんでしょって思ってるから、あんまそこは叩き合わなくていいかなと思ってます。なんで、ま、一番怪しんでるのは、3番さんかなってところです。一番色落ちないと思ってます。9番のプレイヤーは、発言してください。さいそうですか。3番さん結構いいと思いましたけどね。 小番さんはカリウドスライド。はいはいはい。えっ、ー、とあ、まあいいや。後でマークつけます。八、ま、番、あ、さんは非常に資料が広いと思いました。はい、いいと思います。どうしようかな。まあ、霊能でしたね。はい。霊能です。まあ、二番が一番狼見つける能力低かったんで、二番処刑です、今日は。はい。二番雑魚です。二、はい、番が、二、えー、日目以降残った時に絶対人間勝っちゃうね、これ。<laughs> はい。 ないですよはい、ルール違反で死にましょう、リマはい、まあ、そんな感じで、まあ陣害値はその7番のよう、ね、に優秀な村人と優秀なオオカミが残った場合、オオカミを見つけるんで、そういう世界を作っていけば、勝率が高くなるっていうことを言ってるんですよ、僕は。はいその意図も汲み取れないよ。さあ、2番。2> 1番のプレイヤーは発言してください。さいはいいいよろししししくお願まます占いを把握しました ちょっと気になったのが、8番さんがなんか六まあ、3四 o の盤面の時だったんですけど、まあ、8番さんが、えっと、6番さんに対して、あの、なんだっけ、現状6番さん強人でいいんだけどっていうのがちょっとすごい気になっちゃいましたね。<laughs> あの、なんかその言葉尻というか、8目線その時は強人でしかなかったので、ってちょっと思いました。ただまあ、現状、えっと、あ、 だから、えー、なんだろう、8番さん、ただ3番目にできてるので、まあ、シまあ、狂人ないなと思ってて、まあ、シーンか、狼かなっていう感じで思ってます。8番さんに関しては。ただ、まあ、占い神ーはまだついてません。で、そうだな、なんか、うん。で、7番さんとかもなん、えー、7番さんと誰だっけ。えー、っと、ちょっと忘れちゃいましたけど、7番さんとかも、なんか、あの、例の、 使用する前からなんか釣りでいいいみたいな,なんか全体的には急釣りでいいみたいな言ってる人が多かったですけど、まあ、2週目の発言はまだなのに、一番前の発言でいきなりそれは早いんじゃないか、かんなん早いんじゃないかな、ちょっと思っちゃいましたね。あで、2番さんの、その、スムラ CEO はさすがに、その村割があるか微妙だなっていうところなので、自分は2番さん釣りでいいと思います。以上です。2> 2番 のプレイヤーは発じゃて1番さ、じゃあ逆に聞くけどさ、1番さ、6番がさ、オオカミで8番が死んじゃん。でさ、8番がさ、ね、昨日、昨日じゃん、明日さ、7番に黒打って、6番が1番に黒打ったじゃん。で、1番目線って8番が死になるじゃん。そしてさ、7番が騎士をするじゃん。で、例えば3番噛まれてるこの状況どうするじゃん。そしたら、1番って、7番、7番はオオカミです、3番騎士でした。3番さん噛まれてますって言うの。そんなだるい、だるいことやる ?1 番。あの、 スムラってことにむらりがないって言うけど、じゃあ、騎士を隠すことにむらりはあるのね。4番。い,いよ。あの、このゲームって、役を守りながらじゃないんだよ。狼を見つけて、狼を釣れば、それで勝つんだよ。わかるか何お前、役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 を守るんだってよ。一人でやっとけよ。そんなの。お前一人でやっとけよ。押しつけんな。 あと9番お前さ、あのルール違反とか言ってるけど、ルール違反の前にお前もともと2番釣りたいって言ってんだからさあ、ルール違反で2番釣りますじゃねえだろ。関係ねえだろ。言い訳すんなよ。なあとお前あの、2番が雑魚いからうんぬんかんぬんって言ってるけど、俺の釣り理由、俺の黒理由言えてないから9番。だし、お前そんだけなんか生きてんなら、お前、勝てよ絶対。勝ってから言えよ。そういうの。9番。な まだ勝ってもないのに、なんか勝手に切って、2番がザコだからザコだからって言ってえ、対して2番の黒要素も上げられずに、譲りでーすって。勝ってからやれ、そういうのは。な、あとルール違反の理由、うんルール違反のせいにするんじゃねえ。元からお前譲りなんだからお前の考察だ。3番のプレイヤーは発言してください。はい、3番です。そうですね。うーん。 まあ、まだ4番さん7番さんの発言残っていますが、1番さんか2番さん落としとくのがいいのかなって、ちょっと、どうなんでしょうね。わかんないですけど。1番さんが7に向けた目線で、まあその7の9ずりが早いっておっしゃってたんですけど、まあそれは別に、 7番さんがあれだけ Q に対して言ってて、例えば Q が今みたいにこう訳しよしたら、そんなに強く喧嘩は売れないんじゃないかなとかって思ったりするから、あんまり7が怪しいとかっていうのは思ってなくて。うん。まあ、2番さんはどうなんでしょうね。まあ、 チャットはやめた方がいいと思いますが、まあ別に役、つむらを明かすことに関してはいいと思うんですよ。その、まあ役が2枚出て、盤面固めていくっていうのは大事だとは思うから。うん。うん。まあそんなところですかね。占いに関しては、 8が6白を打ってるんですが、まあ、6番が5番白を打ってる状況で3番白を強靭でかぶせるのかって言ったら盤面的にはそうは見えてなくて8番が3番に打ってるとかわからなかったんで、まあ、その4番のプレイヤーは発言してくださいはい1番の色はだと真面目にやるんだったら1番の色見た方がいいですよ6番にすり寄ってる可能性ないから 八番の方が真の可能性があるのに、6番が真だと1番の不思議な発言があるから、8時郎働の可能性があるし、八番が真でも、ねえ、えー、1、2はなさそうだけど、一応、1、3、1、7っていう可能性はあるんで、まあ、3番、1、2って言ってるけど、それと二2番いくかもしれないし、1番の色味が大事だと思いますよ。真面目にやるんだったら。はい。狼さんが好きなかったんで、二、うん、2でいいじゃんって。えー、 普通に6神軸だったら、8番強炉、8が死んだったら6が強人だから二郎構成。ちゃんと頭の中で1番は描いてないんで、位置釣りですよ。うん。2番よりもひどいわ。うん。釣られるべきだよ、1番が。5番のプレイヤーは発言してく,してください。はい。うん。4番さんなかなかいいですね。じゃあ、それで行きましょうか。1、2のランで。1、2のランで、うん で、1が釣れたら2を占う。2が釣れたら1を占う。ね、遠い釣らないね。それで行きましょう。ね、それで遠い釣らないしなかったらもう2 0 0はい。絶対してくださいね。もう。で、もね。あのー、まあ、まあいいや。まと、あ、りあえず12並んでお願いしますね。で、釣られた方の、まあ12でね。釣られた方は、そうだね。 うーん、まあい,いやかわいそうだなと思いますけども。まあとりあえず一二並んでお願いします。6番のプレイヤーは発言してください。さい4番めっちゃ釣りたいんですけど、もうこのゲームってさ、あの、なんとなくフィーリングゲームあるじゃん。4番めっちゃ釣りて四4番めっちゃ釣りて 俺がローなら二番行くわ。八ね、あっても強人だと思うんですよね。<laughs> 人道ないと思うんですよね。まあ六、<で>まあ俺両、俺四番に入れます。六番って二番から暴言言われても一番だって言ってる四番って人格者でしかねえだろう。 動画ねだろ、一番の方が精査してない。これだ、これだっておれるんで。わかんねえけど、精査してねえんだから、二番より。二番は暴言は気に入らないけど、一番のね伝わってこないもん、全然。四番釣り手。ちゃんとやってほしいよ、六番が。四番釣り手じゃなくて、八番なんと見てやんないです。本当にシーンをちゃんとやってほしい。一番がシーンなんじゃないですか。ま、その六番が四番釣りたい要素は明確に言うべきですよ。二週目の四番から、 俺は落ちてが拾えてないから、六番がなんで四番を釣りたいのかっていう理由をぜひ聞きたいわけですよ。ただそれもなく四番釣りて、四番釣りてじゃ、あ、まあ、あなたのシーンと追えないっすよ。おそらく明日以降の六番、八番の殴り合いで六番が勝つ未来はないっすよ。八番が強靭に見えたんであれば、だから一釣りしかねえのよ。八一の,のケアなんだよ。だ普通に見えて六のシーンなんかあるかって思ってんのに、一番,番だけは六がシーンだってセサから入ってんのよ。 だから8-1のケアで1の色ってマジで大事なの。じゃない。僕は負けるよ、これ。ずたずたに負けるよ。最善策を一応取っ,、ね、ったいいっ。ただマナー違反だったら2ずりでいいけど。最善策を取って、 即の自体に備えて行きずりをしてる。8、ののーからら1とか。だけどこれが8が6でも、まあ、片白無理だろうね。まあ番っ6番ってゲームと向き合ってくれよ、ね。6と2って自己中すぎて、自己中すぎてちゃんとした人狼プレイになれないんだったらて。まっとうなプレイヤーになるためには、 ぐらいっすね潜伏の方法から始まる、あ、んだ基本は5 h を考えたほう、ね、の心があるからまともなプレイなれるんだよ3番も3番でだから言ってんだよそこが原点なんだよ基本の考え方なんだよギジを隠すってまんぼるっていう考え方<番>だから4番の人って感情的に見えてですごいチームプレイなんそうですね自己中度合いが薄いんだよまあほとんど手かけたくもないし知らないたくもないかなと思ってますま 3番さんまあ昨日よりも、まあ、3番さんをなんとなく抱かせた昨日の理由っていうのは、まあ自分目線5は角黒だったんで、まあ五がグレーズ、一番白だったら、一番白ったら、ね、プラス囲ったっまっ、守りがしたってがしたまあただ、今日になって7番さん言ってたように、まあその6がね、六番3が3に重ねたら、そのけど、 自分も三人目に出てきて、この人ってさ、なんだっけ、六白っういう、なんか、人類、人類、6番って、思うわけですよね。<laughs> から、まあ、三番三の白なんで。一番三二番三なんですが、一番三めっちゃ行きたいけど、ここは申し訳ないけど、 うんとまあチャットのルール違反とかも含めて2 3にって3 3 3あっちいちローロはあるかもしれないから絶対一番に行かないと6 1 1> れが昨日1だから8いちローロあるから一番に行かないとダメなんだっていうのは、まあ、それでも多分2番いっちゃうタイプだと思うからで自分で負けを選ぶうん 言い訳をしてる8番ってどこにシーンがあんのって感じにもなるけど、<laughs> <ん>自分で、えー。ちょっと一応俺ルーマスだから、ちょっと2番さん、あんまおかみっぽくはないんだけど、2番さん釣りましょう。申し訳ないね。1番さんの色を見ます。これでいこう。触ってこねえんだって。<ー>ただルーイルー違反で釣ってもいいけど、この村の最適、えー、あの、2がメタ村とかそんなことじゃないんだよ、俺は。 この村の最適格って8がロー軸で8一ローロという最悪の状況のケアをしないといけないから。残したくないよ、2番なんかも。残したくないけど、8が、シンだったらいいのよ。8がローだった場合にめんどくさいから。8がローだった場合に本当にめんどくせえから、6のシンカタカタないからもう無理なんだってこんな発言してんだから。だから2番とか6番とかは、9番もさ、8番もさ、いいからそういうの。 結局、まあ、9番に至ってはもっとひどいよね。8番よりひどいわ、9番の方が。8番はまだしっかりと1番が黒いっていう黒て、黒ー自己中でやって,て、縦に、だって。2> 2 2番6番に言うけど僕は,9番は違反っていうのをつけるかもしれないけど26はねって自己中の極まりすぎて人のことを考えてねえから人のことを考えられないところだからこんな自己中な発言になってものすごい自己中発言になって理由このことを思えてないから勝手なことを言って勝手な発言になってんのゆるちんって別に2番から暴言を打たれたけどここの最善策って多分一番の色味だという判断を下して どうせ。18だった場合にめんどくせえの関係ねえんだよそ、ルール違反だからっていう。9番の場合はね。なんでか分かるよ、もう俺のことを人外で、人外で考察したから、ルール違反だから2番つりますじゃねえんだよ、お前は。8番はそうで、8番はルール違反で2番つります、8番を成立するよ。だって8番で1番を黒く見てるのもん。だそれ成立するけど、9番を成立しないから、それ。ルール違反だから2番つりますじゃねえんだよ、お前は。 人外だと思ってるから2番釣ります、ね、逃げんなんだ番番しながら 2> 2番自体が自己中すぎてフルオープンやってるやつがレベルというものが一段階劣ってるんだよ足し算と引き算しかできないんだよ潜伏スタイルで機種が出てフルオープンになってからフルオープンにチェンジする形を覚えなさいお前 ちゃんとその形をなぜ覚えなきゃいけないかって基本の精査なんだ。そこからの基本が始まるんだって。もう前も言ったよ、俺。ケロちゃんってなんですげえ真っ当でなんかなのかっていう。心の中で騎士が潜伏という基本の形を知ってるからなんだよ。それがチームにとって大事だっていう。だから騎士占って負けるゲームが多少あるでしょう。でも全体的に騎士を守りながら戦わなければ、 本当に一流、超一流クラスが占い審議つかない不足の事態に備えて棋士を隠し、隠しながら戦うことを覚えなければ負ける目が出るんだよ。占い審議がつかない場合があるんだ、試合に応じて。そういう時に棋士の破綻に助けられることがあるんだって。うん。クローズドを覚えないと、 2番とか6は巨人かもしれないけど2とか6みたいなプレイヤーになっちゃうんだよ話聞いてても傲慢で自己中度合いがすごいっていうヒロジャンって感情的な感じに聞こえるけどやってることがチームプレイなんだ心がナンバーワンとはそういうもんなんだよ2番とか6番は背番号10番になれないんだよそれじゃあ昨夜は誰も死にませんでした

かローローないんだけど6番と8番だった場合には、うん、6番の芯がほぼ俺は見えないからこそ、まあ、6番は今日言ってほしいですね4番をなぜ釣りたかったのか8番が何に見えたのか あじゃあなぜ強人に見え,たか見えたのかっていうところを言ってほしくてただ3番はやっぱ変なんですよね3番が6番に対して、まあ、白を重ねてきたから強人目が薄いんじゃないかだからまあ深刻見えてるってことでしょうこれまあ俺も最後の発言っていうか時間が短かったんやけどじゃあ8番が仮にじゃあ強人だった時って5番6番どっちがご主人かも分からない状況下の中6番に白を出してワンチャン5番のご主人釣れた場合どうすんのって話なんとじゃあ8番がオオカミだった時ね 6番、5番で情報釣りで5番釣れました、5番白結果でした、じゃあ8番陣外ですね、破綻ですねってなるわけやから、8番も、まあ、6番も強靭っぽくはないよね、占,占いの白先の3番が白だっていうのは。ただ、それと同様に8番も陣外っぽくない、まあど,ちらもど,まあ、どっちかが陣外なんやけど、あのどっちもが陣、まあ、外理がない、占い位置を提示してるわけ。だから3番がその、そこを批准において6番の方がっていうのが、まあ、俺は引っかかってるわけね。 はい。1番さん見事ってすみませんでした。ただ話は聞いておきましょう。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。うん、まぁ、あ、1番3白で1、二番三角白。俺、結果的に1、2、3番さんの中に色いろいんじゃないかなと思ったんだけど、ちょっと全然違って困ってます。昨日まその7番さんが言ってくれてることとかって、すごい、自分的にはまあ嬉しいっちゃ変だけど、 言ってほしいこと言ってくれたらしい思ってたこと言ってくれたから、まあ素直にありがたく受け取ってたんだが、仮にだよまあああ、まあ3番3黒、7番3黒だときに、まあもう見えてるわけじゃん。だからあ、なんだろう、相方叩きつつ、真の自分にすり寄れる構図もあるな、なんて考えちゃうと、347はめちゃめちゃ難しいなと思ってるが、まあ現状機能の理由で、まあやっぱり33が一番ヒットで、 いろんななはめっちゃ迷ってます。6番さんに関しては、まあ、昨日の1番さんの視点的な弁で一番、なんだろう、まあ、自分から見て二浪構成であるとか、そういったところがなんかこう抜けてるから、一番釣りたいっていうのはすごく正論だとは思うんだが、まあ、現状この感じでどう見えてるかっていうのを伝えてほしいかなと思ってる。まあ、6番さんの結果出しの遅さとかさ、まあ、明らかに一斉なんだけど、なんかその辺をどう捉えるかなとか、 めちゃめちゃ難しいけどね。3番さんとどっちかかなとは思ってるけど、7番さんの印象はめちゃめちゃいい。結局。7番は落ちろを救ったんだよ、ね、めっちゃ難しくなりました7番の話で唯一おかしな点があるんだよ。

裏が勝ちやすくなると思って判断して釣ったんですね。はい、それがあなたを釣った理由です。かつ、あの人狼に対しての,あのリスペクトができてないと思います。そうやって、チャットをしてしまうと、やはり人外っていうのは非常につらいです。ま、はい、あ、そうだろうね。この人だって、なんだろう、変なパッションがやっぱ出てきちゃうじゃないですか。これ発言ゲームなので、ま、そこは足りないです、二番さん。陣、は、害、い、へのリスペクトが八番さんへのリス,ペクトリスペクトが足りないです、あなた。はい、1>, 1番。 のプレイヤーは,は発言してください、さいはい二日目よろしくお願いします。えー、っと、9番さんは6シーンで見ている感じなんですかちょっとまだ6、8シ議ンで自分の中ではついてないです。そうですね。えーまあ、あ自分もなんか3番さんちょっと六過去やるのかなって、ちょっと確かにあなんか見える感じはしてて、その、 初日もなんか、なんだろう。途中とかも9の印象がいいだろう、なんか、な,な,ん,かなんだろう、7は別に怪しくないだろう、なんか、その、無難ななんか、その、ヘイトを買わないような発言が、ちょっと目立ってたような気はするので、えっと、3、囲いあるかなっていうのは、ちょっと思,い思ってますけど、囲いあるなら、まあ、ね、僕今日、あで、初日、なんか 3CO 占い出て,てて、なんか番さん、 と、えー、っと、六番さんだっけあの、8、狂人をちゃんと見ろみたいな感じのことを言ってたような気がするんですけど、なんか、自分の中ではもう、真、老だと8は思ってて、3、CO でわざわざ狂人出てこないかなと思ってて、発言的にも、狂人っぽくないなと思ってて、8、新老で見てて、だから、まあ、あの、その、八番さんの発言が気になったっていうことを昨日言った感じです。そうですね。で、まあ、 黒はまあ4、四、それよりもなんか四。は、なんかちょっと黒いかなって思ってます。三番。のプレイヤーは発言してください。うん。あまり六番狂人、七四狼っていう世界は。あんまなさそうなのかなと思ってて、一番が。狂人。六番神、八七狼とか。 あのかなでまあ、2周目の,その昨日の6番さんの発言聞いたらその4番さんに対しての理由がなかったりだとか結局その占い値が一番だったっていうのも、まあ、今日に関して聞きたいかなっていうところではあるんですがその7番さんに言われた、まあ、68の精査、まあ、その発言ごもっともなんです まあけど、その盤面的なことで言うと、ただ、僕は8番さんが1周目で、その3にた対しての言及、これがちょっとおかしいかなって思ったんですよ。占い値は3しかないかなって、グレーさんの中で3番にしかフォーカスを向けてないところが、ちょっと8番さん人間あるのかなって思ってて。で、まあ、その部分が気になったんだけども、7番さんが昨日、 めちゃめちゃこれ6シーンで、ね、6シーンないよね。これ8シーンでしょって言ってるところから87狼とかあるのかなって、ちょっと思ったところではあるんで、まあ、ただ、まあ、6番さんの発言しないですね。6番さんが4番をあれだけ言ってた、その中身の理由と、あと結局1番さんを占ったところの理由。まあ、ここ聞いて6のシーンがなければ8シーン47世界っていうのは見えてくるのかなとか思ってますけど、まあ、そこ聞いてからかなって。 4番のプレイヤーは発言してください37か787は角狼です1番は強人だったら、えー、6神見えてるんで8番を叩くことしませんけど3番さんみたいに3番さんは村か狼なんでしょうね1の強人精査して何としても恥つりたいんですか37で茶番機 皆さん、絶対に7番釣りが安イなんですよ。な、私視点7番格老なんですよ。78か73。7番はこう言いました。3番がおかしいと。4番に触れずに。7視点4番が絶対格老なんですよ、この番目。かけらも言わない。まあ、7釣って3番で終わるような気がしますけど、7は格老です。私視点。7番視点3番がおかしくて、格老の4番に何も言わない。真面目な村は7釣りした方がいいよ。 こういうのにさて発言してたしろ。俺して7番確うなんだよ、絶対に。うん。5番のプレイヤーは発言してください。さいはい。まあ、とりあえず9番さんは6が死んで、8が2世じゃないかって言ってまあ自分もそうなんですけどね。8番さんは、あのー、8番は自分は6に、ね、対抗の6にしろってますよ、みたいな発言しましたけど、あれ、うん、あの番面って5、6が占いで出てて、で、まあ3にしろでね。で、8が6に。 言ったのにな俺6と8の審議つかねえよ78まであるででも13が強靭集しねえから6釣ってもまだあるでも2番も強靭集しねえんで強靭がいねえんだやっぱりああ6釣りでいこう釣り勝負だ強靭がいねえんだよ6釣りいって6いっていいよ6いって3な戦うよ7が角楼って言ってるんじゃ78のラウンドしましょうか あ、うん、の子はマックス教人なんで、まあ、釣らなくてもんじゃんいいかなと思ってます。六番。のプレイヤーは<い>。危ねえって、八番釣られるって。はい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 。七、八の乱じゃありません。私狩人です。ごめんなさいね。私狩人です。何考えてんだよ。じゃあ、ごつた。<や>じゃあ、世界観変わるじゃねえかよ。マックス教人ですね。皆さん目線。 三番なんだよこれそしたら世界観変わるじゃねえかよドンさん何者なんでしょうね新占いに連れそうとしてましたよこの人新占いです私が狩りを出たりしてんで78ロランって言ってますよこの人四番でしょうよどう見ても何考えてんだよこいつをわかるぞお前狼だってで、俺視点だったらっ7番ロールになんなきゃおかしいだろ盤面的に、えー、なんでこういう勝手な人がいんのそこでましたよねは大結果 どうすんのもうこれ。もう、新浦内に合わせに行っただけです。これ、わかりますよね。53? えーっと、角城を作りました。えー、っと、かつ78ラ欄を助けに行きました。私、教授に見えますかありえないですね。5番だったら、3番なんだよ、多分ん。0を護衛しました。よって、8番を守れます。 なので、今日5番つって、八番さん4番を占ってほしいです。絶対こいつ黒なんで。で、5番が噛まれてないでしょ。皆さん。5番なんだよっか。5番だったら。6番だったら。し,をしてますよねその色を見たいですかオオカミって、その色を見られたら嫌ですかなんでちゃんとやらないんだろうな。2番の色を 消すために九番はつられていいんじゃないでもうしょうがないよ。五番,番がうらキしカりすらした。五、ね、番,番があの番面でカりすらした。六番を残そうと七八にした。なぜ六八じゃないまあ、ちゃんとやらない大人が悪い。俺は外すわ。ありえん俺じゃないべ ちゃんとやらない6番,、うん、6番がもうちゃんとやらなかったからもう6番を負けさせようと思ったよ53かまあしょうがないよね6番がちゃんとやらないから 5, 5番3番7番教授ってとうだろうごめんなさい嘘でしょ、えっと、いや俺,俺は6番死んで53なんだろうと思ったけど6をもう助けることはできないと判断したちょ待ってこんなプレイして人の考察時間奪ってんどうして こんなプレイして人の考察時間を奪ってやってるで。てねうん、で、6番に票はもう流れちゃうから、かもう俺は五三だと思ったけど無理と判断した。八番がロコ連れ、8番すろうとしてたから、うんうん、5番も七 8, 8って言ってたから。ちょっと待って、ね、5番噛まれてないんですよ。だから五6でしょ。あ俺がかんだから五三で追って俺は行ったけど。 だけど6番のそのプレイがあまりにもひどすぎて、俺は協力する気はなかった。番助ける気はなかった。ちょ,ちょっと待って。今ーは合ってるでしょ。5番,5番に行って、6がそのプレイを繰り返してほしくないから、俺は6いかなかった。優秀な人は5ずりでしょうね。あの2番が強人じゃないかぎり、PP。ピーピー 自分がした行動が間違ってるってちゃんと出て9番と8番が仕切れる体制を取るべきなのに仕切れる体制は取らない自己中が極まりすぎてる人間とゲームすると負けるんです人が指揮権限を取れないだからもうこういうやつを勝たせたくなかったスーパースターって分かってるんだよすごい優れてんだろ もう本当に優れてんだろ。八番さん、しうらないですか。しんだったら、しん、あの、占いってチャットしてもらっていい。そうなのこれ。ゴミゲーじゃん、こんな。夜が来ました。目を閉じてください。自己中な人たちは、本当にゲームやめるべきだっていう。俺は六をもう助けることはできなかった。 ゲームのために、だから53で追って俺は3いった。外した。助けることはできないと判断した。これを勝たせてしまったらダメだから。優れた精査の人物は、2番6番は傲慢だから暴言が口に出る。俺は少なくとも試合終わってから、 終わってからじゃなければ出ない。感情的にはなってるパッションに聞こえるが、暴言は言ってない。辞書で言う暴言にはなってない。6人は明確に辞書に書いてある暴言の範疇を言ってる。自己中心的だから。やってるプレイがあまりにも自己中心的だから、もう助ける気持ちがなかった。騎士はちゃんと出たら5番を連れた。5番と6番でちゃんとできたのに、 ちゃんとやらないから、だから53ではないかという推測を立てた。まあ、いいんじゃないですか。負けるべくして負けたんじゃないですか。協力することは俺はやめた。発言してください。はい、うん、おはようございます。これ負けなんですかね、ちょっと。えなんか6番さんの最後の最後に。 ハリウッドすらしてちょっともう盤面が濁ってよくわかんなくなっちゃいましたえーえー、ま、初日の段階で一番のような盤面が終えない人と四番みたいに盤面が超高速で終える人ちゃんとゲームを向き合わない嵐みたいなやつがいたから俺はこれを勝たせることはできないと判断した勝つことだけがすべてじゃない教育だ ヒロちゃんの人狼ゲームは8進なんだった六6強人もうゲームにならないんで、ね、その時点で3番のプレイヤーは発言してくださいそうですねでも3番って7番に行ってんだよな5番じゃねえのか三個じゃねえのかこれ4番 まあ、どういうゲーム展開になったのかわからないですけども、まあ、5番が多分陣外で6が死んだとは思ったけど、6番を勝たせることはできないと判断しました。自己中心的なプレイヤーを調子に乗らせたダメだから。あなたは少なくても8番の2周目の2日目で降りるべきで、8九にちゃんと指揮権限をね、与えてどういう風な攻めをするか、どう,いう,うするかって、 やらなきゃいけないのに自分のターンでスライドして人に迷惑をかけ続けたんで自己中心的なプレイヤーは6、2番みたいな恥ずかしいプレイになる6番、2番レジェンドがいるこのゲームにスーパースターがいるそのプレイヤーは誰よりもチームプレイサッカー知ってるか背番号10番ってナンバーワンならぞお前たちはただの2軍だよ消えればいいんだよ自己中心的なプレイヤーは以上5番 のプレイヤーは発言してください。さいはい。皆さんね、あの6番さんが人なんだよ。うん、狂人に、ね、見事に、ね、騙されましたね。うん、えー、そうだね。で、6がだから、そこでね、あの、狂人で。盤面的に何よ。んしんかりが釣れる何これ、こうなってんの、ね、一応ね。一応、まあ、つけるけど。うん まあううの7の1番とかもあんのってかもう何これ PP だったかもしんないからじゃあ1番に行くしかないね。あ、PP だからどうせ1番に行くしかないっていうか、え ?5、6、7、8で2枚。でも8番がローでこんな苗るわけないから、か落ちってことまあ一般的には、まあ、7、3とか、 73。あ、1黒なのああ、18なんだ。いや、もう8でいいんじゃないもんとりあえずはい。8いきます。7番。まあ、もう PP でしょ。71か。75って言うな。すいません、4番さん。僕もちょっと自己中プレイヤーで潜伏しました。8番と1番が黒でした。すみません。レジェンド3人ですね。6番、7番。2番って自己中でした。俺普通やと思いましたけどね。まあ、そのチャットはうざかったけど、 なんか、外事や思ったけど、チャットに関しては。ただ、言ってる内容自体は、まあ、普通っていうか。いや、もう、PP だから、どうせ8するしかねえから、無理無理。死ぬってか、人間が負けるなって思ってたんで。PP だから,かから無理無理、かはい、からもう8するしかないから、8番の、もう、しょうがないから7、7五三3、はい、ここの村にかける進行で、そんなわけないと思うけど、<番>もう、6信が釣られたから負けだと思うけど、<番>やんの、これ。まあ、もう8釣るしかないから、8釣ります。 でも、8番が唯一噛まれてないのが変なんだよな。っていうふうにかけるしかないんじゃない ?8 と1。8と1のシャバン劇にかけるしかないんじゃない投票を始めてください。あ、もう PP だったら PP でいいっていうことで。あ,いいあもう無理だから多分。5 3ロ 6, 6, 6 7強陣なら無理だから決め打ち進行を取るしかないわ。はあ。本当に奈良のシに、もう薄い奈良のシにかけるしかないっていう。 もう超薄い7の芯にかけるっていう。図の進行って1番釣って終わんなければかま、かまれなければだけど、あーもう多分俺は多分薄いと思うけど、番い薄いと思うけど、ものすごい。ものすごい薄いと思うけど、5番がかまれてないから。普通に考えたら、5番かまない。<laughs> 薄いと思うけど、5三なんじゃない あでももういいと思うよ。8番自体がもうあれだから。ああ、まあ多分一番81ちが芯なんじゃない知らないけどね俺も。つうか、7が真にかけるしかないっていう。だから一番釣るしかもうない。ってかその前に終わってるでしょ、ゲームは。ちゃんとやれないプレイヤーとゲームをするともう無理や、ね。だから意地張る番目じゃないの。大人としてもう8番か一番するしかないの。もう無理だもんだって絶対。絶対無理だもん。 まともにちゃんとやらないから3番釣れないし5番を釣れないし6番が降りないから何にもできないし2番と6番が5番なプレー繰り返すからちゃんとできないし5番が3番を露骨に頑張ってるから5三ローロロを何ってどこでしょう多分本線はいまあ 俺は生産が当たってたからいいよ。これだったらいいよ。7が死んとかは知らないすです、もう。7が死んとか、そんなのはもう知らないんで、早く終わりましょう。うん。まあ、そういうことでしょう。一番。ああ、でも6番は俺は助けたことなかった。たとえこの試合を落としても。人発言してたで分かった。うん。